まあ、そう、日本の球界とかを、まあ、球界の人気とかを考えればこれやれば、うん、はい、もちろん見ていても面白いでしょうし、はい、まあ、興味があることになると思いますけども、うん、だこの本人がメジャーにもし行きたいとかっていうなった時はこれは多分絶対足引っ張ることになると思うんで、だ二刀流では絶対メジャー行けないじゃないですか、うん、はい、それは無理になるんで、うん、だからせっかくこんな実力あるんだからどっちかで絞って、うん、だメジャーと か、はい、だから本人のことを考えるのであれば、うん、日本ハムは絞らなきゃいけないっていうふうにはずっと思ってます。はい、まあ、例えば絞るとしたらダルビッシュさんだったら、まあ、どちらがメジャーで、いやピッチャーですよそれは。だってバッターだったらだって、はい、そんなパワーのあるやつなんかいくらでもいますから、肩強いとか足速いとか、はいはい、そこで基本的に甘いもん勝負はあまりなかなかできないので、うん、ナンバーワンになれる可能性があるとしたら、うん、はい、まあ投手なのでそれだとナンバーワンになれる可能性を取った方がいいし、まあ、僕もどちらかというとメジャーを目指すんであればピッチャーかなっていうのは、まあ、結局大谷イコールなんだって多分一般の人たちに聞いたら多分160キロって言うと思うんですよ、はい、じゃあ高い放物線のホームランと絶対言わないはずなんですね、うん、したらもうそれで答えが出てますよね、はい、だって面白いけど、でも結局200回投げれてじゃあ250ぐらい三振取って18勝ぐらいしたらそれだけでもう十分じゃないですか、160何キロ投げて、はい、逆にしたらあいつ打者としても本当はめちゃくちゃすごいらしいよぐらいの方が、はい、僕は面白いな。あ、どうも、はい、なんか言えよ、はい、お前でもこのままだったらさ、うん、無理やん、二刀流やったらさ、ね、メジャーやったらさ、はい、もともとの出発がさメジャーリーグに、メジャーリーグ行くっつって迷ってやん、はい、そんなん本人絶対メジャー行きたいに決まってるやん、はい、こんなんまだ19、20やったら自分がこれが正しいかどうかも分からん状態で、まあ、はい、そうやろ、はい、それやったらそれやったら投手で、うん、はい、やってピッチャーやったらね、やっぱ100、101枚あるってやっぱなかなか今もね、なかなかおらんやん先発なんかでは、うん、おらんやんか、はい、もうちょっとこういうところをこうやってみると良くなるよとか、うん、何かあれば、まあ、ぜひお聞きしたい。体のやっぱり結局先を中心でこれ投げてしまうと、やっぱこう160何キロでも、まあ、当たってしまう球ってことですね。だからこう体の中心を軸にして、うん、はい、投げられるようになれば当たらなくなるんじゃないかなって思う。